そういえば、あんな状況だったから、まだちゃんと自己紹介できてなかったね。私はアン。このマナリア魔法学院の生徒です。よろしくね。アンさん、グレアさんの大切な人ですね。あ、グレアが話したのかな。なんだか照れるな。ルリアさんもアンみたいによくしてくれたんだよ。そうなんだ。ありがとう、ルリアちゃん。私はオーウェンと申します。同じくマナリア魔法学院の生徒です。アン様の護衛も務めております。アン様？そういやさっき姫様とか呼んでたけど、姉ちゃんはどっかのお姫様なのか？おでも全然気にしないで。ここじゃ一生徒だし、そういうのお互い気を使っちゃうから。そういうわけでよろしくね、団長さん、ルリアちゃん、イオちゃん、ビー君。ん？どうしてオイラたちの名前を知ってんだ？ハンナちゃんから聞いたんだ、みんなの名前も。どれだけマナリアを守ろうとしてくれたのかも。全部本当にありがとう。私の大切な場所を、大切な友達を、みんなを守ってくれて。それで団長さんたちはこれからどうするの？私なら大丈夫だよ。この程度の怪我、大したことないから。だから、そうしてもらえるととっても助かるよ。ありがとう。それじゃあ一度教室棟に向かおう。ダメだよ、今を逃したらまた。クレア、無茶しちゃダメだって。そうよ、それに焦ったところでどうしようもないわ。どういうこと？時計塔の入り口が結界で覆われちゃったのよ。だから中に入れなくなったの。それにクレアさんだけじゃなくて他の生徒さんたちも治療しないといけないし。他の生徒たちって？時計塔にあったモノリスに囚われてた生徒さんたちのこと。さっき床が崩れた時に私たちと一緒に巻き込まれてしまって。あのアン先輩にグレア先輩。あ、目が覚めたんだね。体は大丈夫？あ、はい。それでその、何がどうなって、どうして学院がこんな風に。あなたたちがコアモノリスを媒介に変な魔法を使ったせいみたいよ。そんな、じゃあまさかあの時のあれが原因で。俺たちのせいで学院がこんなことに。そんな。あの、アン先輩、僕たち。話は後にしよう。今はグレアやあなたたちの手当ての方が優先だよ。ありがとうございます。それとあの、アン先輩、後で何があったのかをちゃんと先輩たちにお話しします。うん、お願いね。というわけで教室棟に戻ろう。うん。ねえアンさん。うん、何？さっきグレアさんを封じてた術、あれって普通の魔法じゃないよね。ああ、あれは召喚魔法の一種だよ。ちょっと変わった使い方をしてるけどね。変わった使い方？うん、
召喚魔法って普通は精霊とかを呼び出すでしょ。でも私の場合は精霊とかを呼び出すんじゃなくて英霊を呼び出すのに使ってるんだ。英霊？人間とか精霊がたくさんの人に崇められて、その魂を霊的に昇華させた存在。とっても偉くてとってもすごい人でしょうか。間違ってない。死してなお何かを成し遂げたい、大切なものを永久に守りたい、そういった強い思いが形になったもの、それが英霊。お化けとは違うんでしょうか。その発想はなかったけど、近からずも遠からずかな。でもとってもすごくて偉い人だったなら怖がらせたり悪さしたりしないですよね。まあとにかくそんなやつを召喚するなんて姉ちゃんはすげえんだって分かったぜ。すごいなんて一言で言えるもんじゃないわよ。英霊の召喚なんて普通の魔法使いじゃ絶対にできないのよ。呼び出すだけで魔力を供給し続けなきゃいけないし、それを任意で使役するとなると、それ以前に契約が必要だし、その契約もそもそも資質や才能を英霊に認められないと。私の英霊は代々我が家の守り神みたいなものなの。昔ちょっとした事故があって、その時に私の大切なものを守りたいって思いに呼応して私と契約してくれたんだ。さすがはマナリア魔法学院、やっぱりとんでもない人がいるのね。でも私も師匠の弟子だし、むしろ勝つくらいの気持ちでいないと。なるほど、情報をまとめさせていただきますわね。時計塔の中にある異界とつながった法陣、これを破壊しなければあの魔物たちがそこを通りこちらの世界に押し寄せてくる。しかし時計塔の入り口には敵の張った結界が施されており、現状中に入ることができない。そして皆さんたちが助けてくださった生徒たち、彼らが何らかの術式を用いてこの世界と異界をつないだ。これで間違いありませんわね。ごめんなさい、私がモノリスを壊したせいでこんなことに。グレアさんは何も悪くありませんわ。むしろ私の責任ですわね。グレアさんにコアモノリスの破壊をお願いしたのは他でもない私なんですから。違うよ、言い出したのは私だよ。だから。はいはい、ハンナちゃんもグレアもそこまで。終わったことはいいからこれからのことを話そうよ。そうですわね、アンさんの言う通りですわ。とりあえず元凶となった生徒たちのことは今は置いておくとして、問題はどうやって時計塔に侵入するかですわね。結界は私が何とかできると思う。でも問題は門になっている法陣の方、モノリスみたいに壊したら発動するなんていう仕掛けがされているかもしれないし、敵も頭が切れるみたいだし、ありえるわね。ねえハンナちゃん、異界の門を開いたっていう人たちは何があったのかちゃんとお話ししてくれるって言ってたんだけど。彼らでしたら今保健室で。あの
方たち。体の方はもう大丈夫ですの？あ、はい。ミランダ先生に治療してもらいましたので。それと、ごめんなさい。すみませんでした。その様子ですと、学院の現状はしっかり把握できたようですわね。はい、ミランダ先生から全部聞きました。私たちのせいで学院どころか世界そのものが危ないって。本当にどうしたらいいか。ごめんなさい。あなたたちのしたことは謝って済む問題ではありませんわ。だってこんな大変なことになるとは思ってなかった。俺たちはただ空の底についてのことを調べようとしただけで。空の底ですの？はい、空の底には伝説にある星の世界とは別の世界、赤き地平、隔離世と呼ばれる異界が存在する。この魔導書にはそう書かれていたんです。赤き地平、それって空の底にあるって言われる場所のことだよね。僕たちはそれを確かめたくて、それで魔導書に書かれていた禁忌の闇魔法を使ったんです。禁忌の闇魔法って、あなたたち。まあまあ落ち着いて、ハンナちゃん。わかりましたわ。それでその禁忌の闇魔法はどんな術なの？異なる世界同士をつなぐ門を生み出す術だそうです。僕たちはこの術を使って赤き地平、隔離世へと門を開こうとしたんです。そしてその異界を直接確かめようとしたんです。どうしてそんなことをしようと思ったんですの？俺たちの手で実証したかったんだ、隔離世と呼ばれる異界の存在を。空の世界と空の底は物理的な工程のみの関係、つまり繋がっている世界のはず。なのになぜそこにあるとされる赤き地平は隔離世とされてるのか、異界として定義されているのか、この世界の隠されている秘密を俺たちの手で暴きたかったんだ。そうすれば誰もが俺たちを一流と認めてくれる。だからですけど、この術は小さな穴を開けるだけでもすごい魔力と強力な媒介が必要で。だから俺たちは増幅のコアモノリスを媒介にして魔法を使ったんだ。最初は何も起きなかったから失敗したと思ったんです。でも気づいたらそこに門ができていて。なるほどね。ねえ、その本には門を開く魔法の術式が書いてあったんだよね。なら門を閉じる魔法も。それはすみません、アン先輩、僕たちも全部読んだわけではないので。呆れましたわね。閉じる方法も知らずに門を開くなんて、さすがに軽率すぎますわ。魔力の供給を止めれば門が閉まると考えてたんだ。でもそれは勇み足から湧き出た都合のいい想像で、実際は閉じることはなかった。はい。となると残りの部分は私たちで解読するしかないね。そうですわね。それと先生方にも手伝っていただきましょう。私たちだけでは理解できない部分もあるでしょうし。そうだね。ちんぷんかんぷんかも。ミラちゃん先生お手上げ。ミランダ先生、生徒の前で泣き言は良くないですね。でもでもでも。言い訳をするなら
来期の査定は考えさせてもらいますよ。そんな、でもこれめちゃムズですよ。目がかすんできたわ。さすがに集中力が続かなくなってきましたわね。そうだね。そうですね。今日はこの辺で終わりにしておきましょう。みんな限界のようですし。賛成です。私はまだ大丈夫です。私もですわ。キリが悪いというのもありますが、まだまだ続けられます。ハンナさん、休むことも大切なことですよ。それにこの状況、いつ何時にどんなトラブルが起きるのか予想ができません。肝心な時に睡眠不足で力が出ないなどということになっては本末転倒ではありませんか。それはハンナちゃん、ジル教授の言う通りだよ。休める時に休もう。まだ先は長いんだからね。それにグレアや団長さんたちはずっと戦い続きだったんだし。アンさんの言う通りですよ。焦る気持ちはわかりますが、こういう時こそ休むべきなのです。少し横になるだけでも違います。休んでください。はい、そういうわけで後のことは先生たちに任せてお休みしましょうね。ちゃんと休まないとね。だぞ。団長ちゃんってばいい子ですね。ミラちゃん先生が花丸をあげちゃいます。それではアンさん、私たちも戻りましょう。ごめんハンナちゃん、私ジル教授と少し話があって。そうですね。でしたら先に戻ってますわよ。うん。あ、オーウェンも先に休んでていいからね。なりません。姫様よりも先んじて身を休めるなど。そんなの気にしなくていいってば。だからできません。オーウェン、しつこい。これは私の命令だよ。私もジル教授との話が終わったらすぐに休むから。だからね。わかりました。そのやりとり久々ですが安心しますわ。ミランダ先生、先生ももう休んでください。私はこういった類の作業は得意ですから、もう少しだけ続けます。はい、わかりました。それでは失礼いたしますわ。おやすみなさい。恐縮ながらお先に失礼させていただきます。皆さん、おやすみなさい。うん、おやすみ。それでジル教授。ほアンさん、一人で抱え込むのはあまり感心しませんよ。あはは、バレてますか。ええ、一人で解読を続けるつもりなのでしょう。はい、ハンナちゃんもグレアも団長さんたちも、みんなみんなマナリアを守るために力を尽くしてくれてます。だから私はまだみんなと比べれば体力的にも余裕があります。とはいえね、気負いすぎるのはどうかと思いますよ。気負ってなんかいませんよ。私が今やれることをやるんです。はあ、あなたはこうと決めたら頑固ですからね。わかりました。しかし無茶はダメですよ。それに、ハンナさんとオーウェン君に嘘をついているということもお忘れなく。わかりました。
ありがとう、みんな。それと、ごめんね、応援、ハンナちゃん。さて、それじゃあもう一頑張りだね。これが越界の門を開く術式か。じゃあこれを応用すれば閉ざすことだってできるはず。これがこうだから、ここをこうして、これでどうかな。ありゃ違ったか。じゃあここをこうした場合は、違う。もうちょっとだと思うんだけどな。ちょっと力技だけど、とにかくパターンを羅列して総当たりでいくしかないかな。魔力はまだ十分。よし、行ってみよう。しっかり休まないと、ジル教授直伝のお尻ペンペンですよ。